この事実なんかね、僕の中では食べることは本能じゃないっていう言葉がやっぱすごく、食べて当たり前だと思ってるから、食べられないっていうことがあるっていうことを皆さんに知ってもらいたいですね。目の前で子どもたちが食べないっていうその状況を見ると、こうなんだろう、不安に思うし、なんで食べないのって、もうなんかちょっと頭が混乱しちゃうか。会員さんの中に、はい、お母さんは食べさせようとする、もちろんそのいろんな工夫をするんですよ、うんうんうん、だけどもうそこで親子関係が破綻するんですよ。三度三度その地獄を与える相手なんですね、お母さん。今この長谷川さんがやられているこのツバメの会っていう団体さんは、この摂食障害、あとは嚥下障害の子どもたちのフォローをしているってことですよね。嚥下障害っていうのはあまり皆さん言葉知らないかもしれないですよね。簡単に言うとどういったことですか。嚥下っていう言葉自体がかなり専門的に聞こえる、まあ、漢字も難しいんですけど、簡単に言うと飲み込みです。飲み込みというものに対しての障害ですね。ってことは嚥下障害ということのは、ごっくん、飲み込むことができない、あるいはしづらい。皆さんがあまり知らないかもわからないですけれども、活動している中でそういった子どもたちは多いですか。多分多いんだと思いますけど、実数として捉える機会ってないんですね。でアンケート取ることも病院でするわけじゃないし、どっちかっていうと、例えば小さいお子さん未熟児で生まれて、はい、ミルクを飲まないけどっていう時に、まず栄養を取らなきゃいけないので、鼻からのチューブ、テレビなんかもありますけど、こう鼻からチューブでここテープ止めて、あの子たちは飲み込まずにそのままそのチューブが胃管っていうんですかね、胃に入ってそこに栄養を入れて、はい、で飲み込む作業ってやっぱり覚えていく段階を取らないじゃないですか、それを離脱、口からの栄養に切り替えるっていう話になった時に、はい、嚥下っていう話として先生から言われることはあるかもしれないですけど、今の未熟児で生まれたお子さんっていう話がありましたけど、その子どもたちには限らず嚥下障害の子どもたちっていうのもたくさんいらっしゃるんですか。あります。大きさとしては大丈夫とか、生まれた時に小、他にその未熟児以外の障害で心疾患があったとか、脳麻痺があったとか、食道が狭いとか、何かあるとかっていうことでの子もいるし、認識は上がってきてますけど、発達障害なんかで食べ物に対しての抵抗がある子たちはそれを飲み込むものとして認識する必要があるじゃないですか。食べるって自然に身につくと思って、そうですよね。なんか僕も親ですけど、やっぱり食べることって当たり前のことですよね。だから食べて当たり前って思うじゃないですか。でもそれができない子どもたちがいるのが事実。でもなんだろう、僕ね、今回この長谷川さんとお話ししたいなって思ったのは、親ってすごく悩むんですよね。あれ、うちの子食べない、食べてくれ、だからいろんなことを試すんですよ。あれ、これがあかんかったらこっちはいけんのかなとか、ちょっと硬すぎんのかな、ちょっと厚すぎんのかなとか、すっごく悩むじゃないですか。そういったところをツバメの会さんっていうのはフォローをしているってことですか。実はこの会が出来上がるきっかけになったのが、はい、いつだっての事件から、子供が食べないからって言って、はい、食べさせてなかったという虐待をしたお母さんみたいなニュースが出たんですね。あ、その子が本当に食べさせてもらえなかったのか、うん、お母さん、若いお母さんがただでさえ孤立している中で食べさせようと思って用意したものをこの子が食べてくれなくて、うん、もうだん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 もう何していいかわからないからってなってるかこともあるよね。本当に食べない子っているんですよっていうのが、みんながそのお母さんが食べさせてなかった、虐待してた一本やりだったんですよね、うん、お子さんを救う活動なのかな、それとも親御さんたちを救う活動、どっちなんでしょう。もちろんどっちもなんだけど、私は子供を育ててきた中から言うと親かなと思います。なのでうち親の会にはなってるんですね。親御さんがもうええわって諦めるも含めて、あの気持ちが安定すれば、子育てってそれからよそのお子さんも含めてきっといい方に、でもそこに歪みが出るとこの子供が育った時にも歪んだまんまの何かが残るし、育ててた側も歪んだまんまになるし、やっぱりお母さん、お父さん、もちろんおじいちゃん、おばあちゃんもそうですけど、目の前で子どもたちが食べないっていうその状況を見ると、
こうなんだろう、不安に思うし、なんで食べないのってもうなんかちょっと頭が混乱しちゃうか。会員さんの中に、はい、お母さんは食べさせようとする、もちろんそのいろんな工夫をするんですよ、うん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 、だけどもうそこで親子関係が破綻するんですよ。三度三度その地獄を与える相手なんですね、お母さんが。そういう問題が出てくるんだ。親はなんで食べないの、食べなさいってやっぱり言ってしまう。あなたのため思ってるじゃないですか。でみんなが食べたら褒めるじゃないですか。褒めますよね。よく食べる子は褒められるじゃないですか。食べられない子がいた時に、まあ、しゃあないよねとは言ってくれないんですよね。おっきならないんだとか。だからこの食べない食べられないっていうのはもちろん栄養面でもそうだし、でもそれ以上にその親子にとってその親子関係が崩れてしまうことがある。それをいやそうじゃないんだよって、あなたのせいではない、少なくともあなたのせいじゃないよね、自分のせいでって親は思いますよね。私が悪いのかなって、食べさせようとしているものがダメなのかな、例えばもしかしたら料理がダメなのかなとか、本の通りしてるのにとか。ただでさえ子育てって子供が上手になると自分が褒められてる時に、そうするとダメなとこも全部自分がダメ。だからツバメの会さんはもちろんお子さんのケアをしている、でもそれはお父さんお母さん親子さんのケアになるわけですよね。どういった言葉をかけるわけですか。お母さんのせいじゃない、お父さんのせいじゃない、この子にが持っている何かで食べられないならそれは親のせい、例えば障害が生まれあって生まれた子に対して親がいけなかったからなったわけではないじゃないですか。お兄ちゃん食べてるやん、私今まで作ってきたものでみんな食べてたのに、であんただけわがままみたいな悩むっていう方と、やっぱりそこに当たってしまうっていうこともあり得るわけですよね。どういった声が多いです、そこに参加された方々。参加された方は圧倒的に自分だけじゃないって分かって救われましたっていう、なんか逆に言うと救われないまんま何ヶ月何年過ごしてこられてて、それを言える場所っていうのを作られてる、作ってるってことですよね。意義として大きいと思います。普段の会話の中でなんか簡単にじゃないけど、うちの子って食べて大変、もうめっちゃ食べるんやわって、なんかそういう会話ってよくありますよね。私は当事者の親ではないんです。うちの子は食べたんですね。エンゲルケースどないして食べて嬉しいことですよね。でもね、でもそれをものすごい悩んだわけではないけれども、この食べ方ってって言うじゃないですか。そうか、だから食べんねん、自慢じゃないけど、こう笑い話としてという部分も含めて、今思うと当時私のこの辺にいたクラスメイトの親御さんの誰かは言ってくれればいいですよ、食べへん悩みよりマシでしょって。でもそうではなくて、うちの子はって思ってた、それなんなんって思って、もうあの人とは食べ物の話はせんとこうって思われたお母さんがお父さんがいたんじゃないかというのは、今でもやっぱりちょっとえぐられる気はします。軽くいや好き嫌い多いねって言っちゃうことが、そうやねんで済ませられるお母様もいれば、いやそれ分かってるけどいろいろやってるけど、もうそうなのうちの子ねってこうシューンとなって、皆さんとご飯食べに行くのはやめようとか、なんかね本当ね、この VTR でどこまで皆さんがこの知っていただくかっていうのは別にして、でも本当一人でも二人でもいいから、こういう摂食障害、嚥下障害、食べられない、食べたくても食べられない子どもたちがいるんだ、でそれを不安に思っている親御さんたちがいるんだっていうことを皆さんに知ってほしいですよね。別に足の速い子がうちの子足速いわって言ったからって、足の遅い子のお母さんがでは言う、まあちょっと思うけどそんなにいいんじゃないですか。でも食べることってやっぱり生きることにつながる、私は普通だと思っていたことが普通ではなく、しかもそれに対して自分が引け目を感じたり苦しんでいる価値観の方にこう落とし込まれている人がいるっていうのは知っておかなきゃいけないし、知っておきたいし、知っておいていただきたいと思います。そうか、実はうちの会がアメリカの SOS アプローチっていうんですけど、今回クラウドファンディングで動画を日本語を作ったんですね、はい、字幕版と吹き替え版をさせて作ることができたんですけど、はいはい、その中でやっぱり10個ぐらいの食べることはもう迷信、もう一番は食べることは本能なので、といやいや本、まあ私ね、よく言いますけど、お腹が空いたら食べるかっていうとそうではない、
まあそっか、いやそれ言われるとすっごい思う。いやそれ言われるとすっごい僕はなんかドキッてします。そうなんですよ、こうやって私活動してて食べない子もいるんだよと思っていても食べるのって本能だろうと思ってしまってるんですよ。お腹減ったら食べるよねって思いますよね、うん、だから食べへんかったら食べへんでいいんじゃないのっていうのは本当に思うけれども、あの食べることが本能だっていうのはやっぱり思ってるんですよ。食べることが一番重要なことではなくて、息するときって絶対食べれないんです。逆に食べる飲み込むときって息はしてないはずなんです。ってことは呼吸がやっぱり一番じゃないですか。でも呼吸を優先すると食べないんです本来。なんか食べることよりも優先されてることが命をそのまま維持するためには絶対的には必要なものはそこにあるんですよね。食べなくても栄養はどこかから入れば。今の言葉がすごく多分親にとっては安心材料、もしそういったお子さんがいらっしゃったら食べなくてもいいっていうか、食べないからどうぞ。だって呼吸ができない子で呼吸させようと思ったら人工呼吸器つけてる子に、そうですね、なぜ息しないのあなたはって言わないじゃないですか。言わないでも食べることって同じ本能だと思ってるなら そこは別に親のせいにするべきことでもないのに。そっか、そう、なんかそこがね、親御さん非常にしんどいよね。だからこの活動してて長谷川さんが一番思うのはどういったことです。例えば長谷川さんのとこに駆け寄ってくる親御さんを見るとみんな疲れ切ってます。あのね、疲れるっていう感覚すら麻痺してますね。疲れててもだって3回食べさせなあかんから。あーってことはもうカリカリしてる感じ。もうどうしていいかわからない中で、誰に助けを求めていいかもわからない中で、この事実本当なんかね、僕の中では食べることは本能じゃないっていう言葉がやっぱすごく今日は心に刺さって、改めて言われるとドキッとしますよね。ドキッてする、食べて当たり前だと思ってるから。食べられないっていうことがあるっていうことを皆さんに知ってもらいたいですね。食べ物にアレルギーがあるんですって言ってジンマシン出ますって言ったら食べさせないじゃないですか。目が悪かったら眼鏡かけます。で、例えば本当に辛いことだけど呼吸ができない子がいたら人工呼吸器つけます。でも食べない子がいたらそれは食べさせますよね。そう、鼻のチューブで色を栄養を入れられるからよっしゃっては終わらないんですよ。メガネかけてる子にメガネかけるなとは言わないですよね。でも食べられない子、飲み込まない子に対してはそれができるようにってやっぱりしちゃうのは、それは単なるおそらく機能的なことだけではなくて文化的な側面だったり親のプレッシャーだったりっていうものがあるから求めざるを得なくなっている気がするんですね。なんかでも本当この問題を知ることで本当に今日僕もすごく勉強になったんですけど、やっぱり親がプレッシャーに感じる、あとはやっぱりそれを知らないと親子関係がもしかしたら破綻してしまうかもわかんない。そうやってしんどい思いをしている人が、そばにもいるかもしれない。そういったことに気づけたとしたらどこに行くんですか。あの最初はね、主治医そこに相談する、うちの子食べないんですって、で体重増えてるんだけじゃなくて食べないっていうことに対して私が悩んでます。親がもし自分がそれが専門じゃなければ、飲み込みは歯科の先生がお得意だよって伝えていただくなり、歯医者さん、歯医者さんです。園芸飲み込みのプロなんです。歯医者さんとそれから ST って言われる言語聴覚士の飲み込みなんかの、ああいうセラピストさんっていうのはすごくタグを組んで活動されてる。今ね、もしじゃあそういった子どもたちがいらっしゃったとしたら、その親御さんたちに長谷川さんはどういった言葉をかけてあげたいですか。仲間がいるからねって。で相談するところは今そばにはいないかもしれないけど必ずいるのでつながろうっていうのに差し上げたいですよね。こう考えたらこの活動のゴールってないですね。ないですね。ないですね。ないです。こういったことをやっぱり伝える機会、こういったことを皆さんに知っていただける機会っていうのをね、また長谷川さんと、ね、はい、またツバメの会さんと一緒にね、今後もなんか作っていければいいなと思いますんで、はい、すいません、ありがとうございました。今日は砂浜に確かに